です。今日は小川道場をしっかり堪能しててください。
支援したいっていうのをこれからやっぱりもっともっと、ね、オリンピックまで行くときに要するに長く時間かかると思ったのでそれでなんとかうまくもっと大きくしてねっていう会を正式に発表できたんでそのやっぱりこういう遠征をどんどん作ってねもっともっといろんな人格をねここで養って将来還元としてはその支援会の入っていただいた企業の方にですねそういう子が育って芦田浩二さんの、ね、的な出してもらった会社に、まあ、最後は、ね、入っていただければなとかあと、まあ、そういうのも何かしら人材は人材ですからそういったもので還元できればなと思ってますし、まあ、本当に社会的にもっと大きくなってもっと立派な人になってねそういう人がこういうのがあったからであってまたその子はまた逆に支援会に入ってもらったりとか本当にこういう長いトータルスパンを考えた上での支援会ができたんでねこれからまた私のも指導しやすくなるしそういう応援する人が何人もついてくれれば自分の中でやりがいっていうのを見つけるから非常に今はいい感じで進んでます。